この「イックドハップントゥユー」っていう曲はジミー・バンヒューゼンという僕の大好きな作曲家が、確か、作詞はジョニー・バークだったと思うんですけども、1940年代に作った曲なんです。でこの歌の内容はですね「イックドハップントゥユー」ですから、それはあなたにも起こりうるっていう、まあ曲訳すればそうなんですけども、要するにその、恋を得たんですね。だからもう私には恋なんか来ないと思ってたけど、私にも恋が見つけたんだと。だからあなたも Hide your heart from sight、 人目を忍んで Lock your dreams at night、 夜は夢を見ないようにして、まあこれ大変ユーモラスなんですけど、いろんなことしてじっとしてるとあなたにも恋が来るかもよっていう、そういうちょっとその昔のラブソングと違ったモダンなタッチの歌で、それがまあ好まれたんだと思うんですけど、もちろんジャズボーカルファンの方はもうこの曲って言えば巨泉はこれを選ぶ 120% 本命対抗ガチガチっていうぐらい考えたと思います。その通りですね。ジューン・クリスティが1953年にピート・ルゴロの伴奏で歌った Something Cool という LP の中に入ってる、これはもう古今東西の名称ですね。そういうその歌の意味を踏まえた上で聞くと、恋を得たっていう女の明るさみたいなものをものすごく出して、しかも今度はその、彼女のあの魅力的なハスキーボイスを十二分に生かしてですね、フレーズもモダンならばノリが素晴らしい。最初からあんなにやっちゃってセカンドコーラスはどうするんだろうと思うと、セカンドコーラスもはそれ以上のフレーズをしてしまうという、もうやっぱり一人の歌詞が一生に1回か2回しかできないっていうことがあるんですが、これはそうだと思います。もう何百回僕が聞いたか分かんないけど、また今日聞いても感激するんだと思いますが、ジューン・クリスティの「It Could Happen to You」。It happened to